皆さん、こんにちは。今日からですね、70歳前半サラリーマン OB の現在、特定社会保険労務省をやっております私からですね、西洋哲学入門と入門を強調したいんですがという動画配信を開始させていただきます。 一年の経営は元旦にありということでございますので、えー、今日はその第一回目をやらせていただければと思っております。えー、下に著名な哲学者のですね、えーえー、顔と名前が出てますけど、いろんなまあ哲学者いらっしゃいますね。えー、あそれでですね、あのー、この動画の 私のですね、心情はですね、たかがサラリーマン、サラドサラリーマン。えー、他の私も動画も開始しておりますけども、そこで一貫して、たかがサラリーマン、サラドサラリーマンを私の心情としております、えー。その辺は後ほどお話をしたいと思います。それでは、内容に入らせていただきます。まあ、今日はどちらかというとですね、 えー、本題というよりも序論という感じですかね、えー、まず自己紹介しておきますえー、名前はですね小西義弘と申します、えー、職歴ですがあ某鉄鋼会社に三十数年勤務いたしましたで主にですね人事労務教育部門に在籍しておりました まあ人事労務といってもどちらかというと労務分の方が長かったですし労務部門の仕事が好きでした。で最終的にはですねこれからは教育,だ教育の世界だと時代だということで、ねえー、教育部門のをやっている会社に執行、えー、させていただいてですね、えー、そこで、えー、サラリーマン人生を送ってまいりました。 えー、その後ちょっと違うところもあちょっと経験したんですが、えー、50歳の後半にですね、えー、その会社を円満退職させていただきまして、えー、ちょっと私自身が個人的にやることがちょっとあったんですがその問題がすぐ解決しましたので、えー、退職後しばらくの後にですね特定社会保険労務事業を開業いたしまして 現在に至っております。で、主な業務ですが、主に中小企業様のですね、労務関係顧問、それから各種講演会の講師、えー、内容的には労働法だとか、労務管理とかですね、それからセカンドライフセミナーですね、まあ、中高年の方にですね、まあ、ねお金の話はまあ年金等々の話からで始まって、えー、まあ、 まあちょっとね、年を食ってるという意味で、サラリーマン OV としてですね、サラリーマン生活についていろいろ参考になればということで、いろんな話をさせていただいています。それから、各種資格試験の講師をやりました。今は、あのこれについて教団に立つこと、このところはないんですが、社会保険労務士、それから行政書士、宅建士、 ビジネス実務法務検定等ですね、いろいろなことの講師をやらせていただきました。それからあの、若干の執筆活動をやらせていただきました、えー。ささやかならな、本も何冊か出版させていただいております。えー じゃあそのサラリーマン OB の私がです、ね、なんでこんなの西洋哲学なんてなんかこう一見し面倒くさそうなです、ね、動画を配信するかということなんですが実はあの50歳代前半までいわゆる現役サラリーマンの頃ですね東洋思想だとか日本思想には関心がありました。 特に私がお気に入りだったのはやっぱり釈迦ですね。釈迦いわゆる原始仏教。釈迦からまあ原始仏教、ね。初期の仏教ですね。それからやっぱり孔子の論語ですね。講師、まあ、他にもいろいろあると思いますけど、やっぱり論語ですね。それから日本に来ますとですね。 えー、診断皆さんご存知だと思いますが診断のとりわけね診断の「単二章ですね診断のというと語弊があるんですが診断の弟子の遊園が書いたものですがまあ親の言ったことをですね再現するような形で書いたものですが「単二章それから、えー、下に行きましてですね「僧道宗」の道元ですね それから、えー、佐藤一斉、えー、まあ儒学者広い意味では儒学者ですし、えー、ベースはあの朱子学にあったみたいですが陽明学等々にも非常に関心があってですね、えー、幕末のね、えー、いろんな志士がですね、えーこの 佐藤一斉先生の書かれた原子史録という書物がありますがそれを非常に読んだというふうに言われている人かですそれからインド独立の父ですねガンジーですねまあその他いろいろいらっしゃいますが特にこの6人の東洋ないし日本のです、ね、思想家には 関心を持っておりましただからそれに関する書物もいろいろ読ませていただきました。えー、まあここにですね思想、まあ、この動画は西洋思想の、ね、西洋哲学の動画ですから東洋ないし日本の思想はですね対象になっておりませんので、えー 好きなね、今挙げた方々の好きな、私の好きな名言を一つずつ挙げて紹介をしておきます。まあ、釈迦はですね、まず一つ、ブッダ、釈迦についてはですね、言わずものがあるでしょうが、こんな言葉を残してますね。道理にかなった教えを知らずに、100年生きるよりも、道理にかなった教えを聞いて、一日を過ごす方がはるかに優れているのであると。え、願変わりますよね。 まあこの年になりますとですねへちょっとなんかこういう話を聞きますと少し我が人生を振り返ると恥ずかしい感じも出しますがそれから孔子の論語にですね「学んで思わざればすなわち暮らし」「思うて学ば、ま、わざればすなわち危うしと」とねええー 学んだだけでダメよと。かといって、えー、持ってるばかりいるだけでもダメよということですよね。えー、学んで、しかも思うということがし、両方必要ですよというようなことですよね、えー。簡単に言うとですね。えー、論語には他にもいろんな眼畜のような話,、えー、話が載ってますけど、私はこのことが好きです。それから、 善人なをもて往生を研ぐいわんや悪人親とこれいわゆる世間で悪人正気というふうに言われてる思想ですがこれは親鸞の,のね「歎異抄」親鸞の弟子の唯円が書いた「歎異抄」に出てくる親鸞の言葉として残っておりますで私はあの実は 浄土真宗の,あの,の信者ではないです。浄土真宗についてとにかく言うあれはありません。でも、親鸞という人物の大ファンです。ですから、親鸞の思想も、うん、あの非常に興味があります。で、この悪人正気っていうのは本当に何,が何を言ってるのかっていうのを。 自分なりにですね自分なりに理解できた時はすごくなんか幸せな気分になりましたね診断という人格,人格者とこの悪人正棄という考え方を結びつけて自分なりに理解できた時にはですね非常に嬉しい思いがしました次、えー「志のある人は人間は必ず死ぬということを知っている」ぞ。 志のない人は人間が必ず死ぬということを本当の意味で知らないその差だとこれは道元の有名な言葉ですねえー、まあ親鸞ともども道元もですね鎌倉新仏教のねえー、時代の人たちですねあの また、親鸞とは違った意味でですね、道元という人物は非常に魅力があるなというふうに思います。この方は私はあのこういうふうに考えてるんですよね。あの例えば、あれじゃないですか。人間食うために働くとよく言いますよね。それはそうですよね。 お金がなきゃ、お金がなきゃ食えないわけですよね。いわ少なす今の時代はですね。で、まあ、それは当たり前だと思うんですが、その道元は、まさに、その、目的である日々の生活の中にですね、いわゆる、いや、ごめんなさい、手段である日々の生活の中に、人生の目的を、 求めて考えた方というふうに理解を私はしています。手段イコール目的なんですね。いろいろな意味が含まれてると思いますけど、そんな理解をしてるんですが、この道元さんにも非常に啓発されるものがありました。それから、小にして学べばすなわち、そうにしてなすことあり。 そうにして学べばすなわち老いて衰えず、老いて学べばすなわち死してこぼちず。これはあの佐藤一切氏の原子い録の中の一節ですが、これは私があの遠隔地にある事業所のですね、えー、教育センターという、教育をする会場がありましてね、 そこの,の玄関の入り口に貼ってあったのを見て、あ、はあ、いい言葉だなと思ってですね、その後この原子白録について、えー、全体を読んでみましたけど、これもやっぱりすごい感璧のある言葉ですね。まあ、本当は小にして学んでればですね、この言葉を知ってればですね、もっと違った人生もあったかもしれませんけど、えー、私が 知ったのはう、えーに,えー、になってですね多少はですねこの、えー、多少は変わったかなとそれによって、ね、この言葉に影響を受けて変わったかなと。で老いて学べばっていうのはですねまさにまさに私は老いてるわけですが置いて学べばすなわち死してこぼちずということで、えー、この言葉はですね 今私、頼りにしながらですね、毎日少しでも行きたいなというふうに思っています。それから、最後はガンジーさんですね。ガンジーさんはこんなこと言っています。明日死ぬと思っていきなさいと。永遠に生きると思って学びなさいと。この明日、明日死ぬと思っていきなさい。これはなかなか難しいことですよね。 明日死ぬと思って生きなさいというのはなかなか難しいです。でも、えー、この永遠に生きろと思って学びなさいっていうのはこれは希望を持たせる私にとってはですよ。私にとっては非常に希望を持たせてくれる話です。ただ私もあのささやかでほんのささやかなんですが、えー、まあ死ぬまでなんか学び続けたいなというふうに思っています。 でということで、まあ、東洋だとかですね、日本の思想家については多少、多少ね、多少ですよ、学んだんですが、えー、私はあの今、今はまあ社会保険労務士ということで、えーまあ、言ってみればですね、私はの社会保険労務士といっても、社会保険の方はほとんどやってませんで、労務士、えーねえー、ということで、労務管理だとか労働法だとかですね、 えー、そういう関係のコンサルティングをやっておりますが、えー、そういう意味ではあのその表現はあですが法律で飯を食っております大したあれではありませんけどねで法律学そういう意味で法律学の関心という意味ではあの一応学生時代は法学部に在学しておりましたで学生時代はどうかというとです、ね、もっぱらあの刑事法 刑刑法法だとか刑事訴訟法に関心がありましたでなぜかというとですね当時あの刑法改正がいろいろ議論がありましてですねあの人はなぜ犯罪を犯すのかというのは非常にその議論になっておりますで中にはですね、えー 極端な話はですよ、あの犯罪者というのは、ね、脳の構造が違うんだと、ね、脳の構造が違うんだから、その構造を直さなきゃです、ね、犯罪は世の中からなくならないんだということで,です、ね、ロボトミー手術といって、ね、その手術をすることが必要なんだなと極端な議論もありましたね。まあいろいろあの 若き頃ですからですね、えー、そういうことについて、えー、関心がありですねいや私はそんなことには大反対ですが、えー、そういうことで、えー、興味があっていろいろ勉強しましたそれからやっぱりあってはならぬ冤罪これは冤罪というのはやっぱりね、えーえー、罪のない人間を、えー、刑事処するわけですからね これはあってはならない。特に死刑なんで、あもう絶対にあっちゃならん。ということで、まあ、刑事訴訟法という学問ですね、にこについて非常に関心がありました。ですから、この刑法と刑事訴訟法は一生懸命勉強しました。ね、いろんな本も読ませていただきたい、ね、あそれから、それで余談ですが、<laughs> 刑事訴訟法はですね、えー 学校の単位もいい点数をいただきました。あの、たまたま、あの、刑法と先生が違ったんですけどね。ところが、この刑法はですね、えー、私は、あの、単位を取ろうとも、単位を取った先生がですね、私が愛読してた、え、書物のね、先生と学説的にかなり違っておりましてですね、私が、あの、試験にはですね、 その先生の学説じゃなくてですね、私のあの非常に大好きだった先生の学説で書いたもんですからね、あんまりいい点数は取れませんでした。ねへえと思いましたけどね、自分としてはもうかなり自信を持って書いたんですが、なんか先輩に言わせるとね、その先生は自分の学説で書かなきゃいい成績はくれないそうです。ね 一致あけど、強力な先生ですよね。なんちゃって。まあ、それは別としましてですね。えー、あのー、逆にですね、えー、その他にはほとんど法律の勉強はですね、まともにはやりませんでした。刑法は一生懸命やりましたけどね、刑法刑事訴訟は一生懸命やりました。で、むしろあの、サラリーマンになってからですね、えー、 法律の学習はしたと思いますでサラリーマン自体はですね私はあの資格取得というのはね資格取得というのはサラリーマンにとっては非常にその能力開発の方法論としてはいいなと思いましてねいろんな意味でいいなとこの辺についてもね別の,あのチャンネルで動画を上げてますけど、えー、ということで法学系の資格取得を いくつか考えました結果、えー、落ちた資格もありますけど、えー、起きた落ちた資格ないしはあ無理だと思って挑戦してかった資格もありますけど、えー、今持ってるのは社会、まあ、と特定と書いてあるのはこれちょっとあれですけど社会保険労務士ですね。特定っていうのはそれにちょっとプラスアルファした。あ 認定をしてもらえる資格内容ですけどね、そから行政書士、宅地建物取引主任者、今、宅研していますね、者、マンション管理士、管理業務主任者、ビジネス実務法務検定2級、まあ、そのほかにです、ね、メンタルヘルス検定だとか、FP 技能士2級なんていう資格も持っております。えということで、えー まあ、そんなにそんなに難しい資格でもないですしかといってね、えーえー、ちょこちょこっとやれば取れる資格でもないんで、えー、それなりに下に書いてある民法それから商法会社法ですねから労働法それから行政法それから民事訴訟法なんかをですね学習することができました。で ロームコンサルタント、まあ、50歳代後半からですが、特定社会の法労務士として開業後はですね、労働法が猛勉強しました。まあ、あー人事労務やってましたんでね、あの、スラインマン現役の時もですね、労働法とには近い関係にはあったんですが、まあ、あまり、あの、まあ、たまたま比較,比較的ね、あの 大手の会社でしたしたそれから労使関係がしっかりしておりましたんで、えー、その労働協約がね内容が充実してましたんで、えー、あまり労働法をしっかり学習しなきゃいかんという環境ではないローマ屋でしたのであれでしたんですが、えー、そ,そこを卒業後はですね退職した後のコンサルタントというと 言い,ますとね、いろんな業態の、それからいろんな規模のですね会社さんの関係に対応しなきゃいかんということで労働法はですね猛勉強しました。学者さんの分厚い本も何冊も読みました。何回も読みました。それからあのいわゆるあの実務書ですね。実務書も随分に読ませていただきました。まさにプロを目指しました。ということでありました。それから 途中でですねあの、憲法に非常に関心がありまして、真剣に学習しました。というのはですね、まあ今,今でもですね、えー、憲法改正が盛んに議論されてますけど、えー、私の立場はですね、えー、特に高こ代こ言うつもりはありませんが、えー、やっぱり、 孫子の世代ですね、別に孫子供さんがいるとか、孫お孫さんがいるということで、という意味ではありません。でそういう世代ね、次の世代のためにですね、えー、やっぱり憲法はまさに我々が決めるんですね。憲法が我々の世代でもしいい意味で変わるんであればですよ。それは 我々国民一人一人にとってのレガシーなんですね。ある特定の人のレガシーじゃないんです。我々一人,々一,人一人のレガシーなんですね。で、そういう意味で、モンゴの世代へのね、じいさまの一票を、ね、投じるためには、やっぱりあの、えー、提案された内容だけを理解するんじゃなくて、えー、まさに憲法現行憲法ってのはどういうものなんだと。私はどういうい歴史を経て 来たのかとというのことも含めてですね学習する必要学習したいなと思ってやりました。あちなみにあの右側に 2, 2つ本のあれがありますけど、これ、私の書いたものです。1つは、あの公立労働法入門ということで、最近の法改正も反映して、第3版まで書かせております。だからもう1つはあの、えー このやはり「口述労働組合法入門」ということであまり労働組合法に関する本が少ないんでぜひ分かりやすい内容のものを書きたいなというようなことですね両方ともあの日本生産性本部様のご行為によって書かせていただいたものです。ということで法律学への関心というのはそういう経過が私の場合はあります。 えー、そこでなんですが、あのー、私はですね、今の人は若い人は多少は違ってきてるんだろうと思うんですが、やっぱり日本人の精神構造の基盤としてですね、えー、東洋なりに日本,史日,本日本思想の伝統っていうのはあると思うんですね。確かにあると思うんです。まあ、今回のですね、えー コロナに対する対応、国民の対応を見ても、ですねそういうのが表れているのかなというところはあります。で、これは法的に見るとですね、やっぱり日本人というのは、権利意識っていうのはやっぱり希薄なのかなというふうに思います。それはいろんな理由がありますし、考えられますね、ね歴史の理由もあるでしょうし、それから地政学的な意味もあるでしょうし、いろんな意味があると思うんですね。 でまあ、そ,のその結果、権利意識というのは規約です。これ、いいとか悪いとかの話はありません。事実そううじゃなないいいかなというふうに思います実際、あの放送というのはあの裁判官、検事、弁護士の数を、まあ、放送の人数で比較してもですね、日本というのは人口当たりにすると非常に少ないですね。それから 訴訟といわれる、ね、裁判の数も少ないですよね。まあそういったところにも数にもられるように法的権利意識というのは規格です。一方ですね、日本の法体系というのは欧米西洋からの輸入,品輸入品ですよね、まさにね。というのはうん皆さんもねごごご、ご存知でしょうけど、まあ 例えばフランスがねフランス革命を契機にしてねその後まあ,あ近代的な立憲主義をとっていたとかですねそれからアメリカがねやっぱりそれをバックにねアメリカの独立戦争を戦ったとかねそういう歴史があるわけじゃなくて、えー、日本の場合はどちらかというとですね、えー、江戸末期に結んだ、ね、西洋との結んだ不平等条約を解消するためにね 西洋から、えー、そんなね法、えー、体系もきちっとしてないようなところに、えー、自分たちの国の人間を裁かせるわけにいかないということで、まあ、治外法権というようなね、まあ、その他を含めて非常に不平等な条約をね、えー、結ばされたわけですね、えー。それを解消するためにやっぱり日本も法治国家にならなきゃいかんといわゆると当時の意味での いわゆる西洋,西洋法治国家にならなきゃいかんという動機が一番強かったわけですね。ですからどちらかというと日本人があのベースから湧き上がってきた法体系というんじゃなくて輸入した法律をね日本人なりに確保を解釈して今使っているというような意味での法治国家なんですね。 でそれもいいとか悪いってことの話じゃないですよ。歴史だとか、あね、えー、いうことから言うとそうじゃないかなと思いますで。そこで思ったのはですね、やっぱり背景にその西洋哲学っていうのは非常に影響を与えてるわけですよ。西洋哲学。で、まあそんなことでね、えー、日本の思想構造とですね、えー 欧米,流欧米流のまあ法律法学体系との間ちょっとフラフラフラフな価値観がしてたんですが、えー、ある書物との出会いこれはあの私の友人のユウさんからの紹介でですねある書物と出会いましたそれはね、えー、哲学と宗教電子皆さんもご存知の方多いと思いますね哲学と宗教電子 出口春明さんという、まあ、私と同世代1年ぐらい先輩ですかね、同世代の方の書物です。で私は,こ,れはこの本をですね、おそらく何回読んだい随分何回,何回も読みました。読ませていただきました。でえー、内容の素晴らしさは、まあ、当然なんですが、内容の素晴らしさとともにですね、えー、詩がですね、 えー、サラリーマンであったということ。まあ60歳までですね、えー、サラリーマンある保険会社のサラリーマンをやられて、えー、その後保険会社をね、えー、作られてそこの社長社長会長を歴任されて今はある特,特,特,特殊な性格を持ったね大学の,の学長をやられてますけど。えー ほとんどサラリーマン生活を、ね、送ってこられた60歳ぐらいまでね。でそういった方の,その知見だとかですね教養の広さに深非常に感銘いたしました。ということで自分もおなんていうかなあ西洋思想をですね ぜひ学んでみたいな、学んでみたいなと言ってもですね、その深いという意味ではありません。えー、覗いてみたいなという感じですね。どちらかというと、覗いてみたいなという感じです。で、そこでですね、あの、これはちょっと見切り発射なんですが、学習の動機づけとして配信を開始いたし、いたしたいと思ったわけです。というのはですね、あの、 私も他の動画配信をしているんですが、あの動画を配信するとなると,なるとですね、それが動機づけになるんですよね。配信しなきゃなら、そのためにはいろんな学習もしなきゃいけませんし、その学習した内容をですね、自分なりの動画に作成をしてですね、それを録音してですね、配信するわけですから、非常にあの、 いい意味でですね、刺激になります。そういうことで、学習の動機づけとして配信を開始させていただきます。ですから、これは私の,あの自己満足でありますから、えー、もし、もしですね、聞いてやろうという方は、聞いていただきたいという感じぐらいです。えー、そういう意味ではあの、どうなんでしょうね、他の YouTuber の方とは、ちょっと 感じが違うかもしれないがあのませんが、ぜひ聞いていただければなというふうに思います。で若干の PR ですが、配信中の YouTube 動画チャンネル名、私も、えー、2つのチャンネルを出しています。一つはですね、労務屋の労働法憲法入門。 アンド西洋哲学入門ということですね、えー、年,年末にですね、本当はロー屋の労働法憲法入門ということで、労働法と憲法についてですね、いろいろ動画配信をしてたんですが、えー、それにチャンネル名を書いてですね、アンド西洋哲学入門というのをちゃっかり入れときました。それで、えー、今日1月1日からですね、えー、西洋哲学入門ということで、 開始させていただきますもう一つはですね、行政書士試験独学受験講座というのを出しております。これも昨年から始めた、昨年の途中から始めたんですが、ちょっと途中で話しましたけど、私あのサラリーマン、サラリーマンの自己啓発の方法、いろいろあると思うんですね、いろいろ方法はあると思うんですが、サラリーマンの自己啓発としてはね、資格取得っていうのは一つ意味があるなというふうにずっと考えておりましたんで、 まあその辺はですね、この行政書士独学受験講座の最初の方にですね、資格取得については私の考え方を述べてますので、今日は詳しくは話しませんが、ご関心があれ見ていただきたいと思います。で、ちょっと言い訳なんですが、この行政書士試験独学受験講座の方はですね、いや、それは視聴し,していただいている方は今のところごくわずかです。ごくごくわずかです。 でも私の心境としては、1人でも聞いていただける方がいらっしゃればね、続けたいと思ってやっておりますんで、これはあの手を抜くわけにはいきません。ね。だから一生懸命、一生懸命、しかも、基本、あのこの正月の31、大晦日の31日と今日の1日だけはちょっと、えー お休みいいたたただだききまましたけどそれ以外は基本本的に毎日1本配信させていただきますですからこちらの方はですね、えー、絶対に手を抜くことはできませんので、えー、試,験試験日も決まってますしね試験日も決まってますからちゃんときちっと内容できるだけ内容を深くですね分かりやすいようにですね配信をするという責任を、えー、私は自分に課してますんで、えー、こちらはあの 一生懸命だけどあの西,西洋哲学入門の方はですねそういう意味ではあの、えー、時折時折っていうかね、えーえー、毎日毎日ということはやりませんというかやれませんですから時折あの配信をさせていただくということにさせてください。えー まあ同じ哲学者をね、えー、人によっては1回で済むこともあるし人によっては何回にも渡る,渡ることもあると思います。ね、だから何回にも渡るような哲学者については少し頻度は高くなるかもしれませんけど、まあ、その辺の加減はいろいろつけますけれども、えー、長い話になります。それからあの長いっていうかねあのそういう計画的にやっていくというわけにいかないと思います。しかもあの 行政書士受験、独学受験講座、これ国家試験の方はね、えー、範囲が決まってますからね。範囲が決まってますから、それから試験日も決まってますんで、えー、きちっと、スケジュール通りきちっとやらなきゃいかいのですが、えー、哲学なんていうのはですね、やり始めたらいつまで経っても終わらないわけですよね。哲学ってそういうもんですよね。だと思います。ということで、あのこちらの方は本当に、えー 道楽で私のための自己満足のためにやらせていただくものですからそういうことで聞いていただければ非常に幸いだということでございます。でこれはですね私の他の動画でも挙げてる内容に近いものなんで、えーえー、少し、えー、言わせていただくと、まあ、こんなことを言うような年ではないんですけどね、えー、日本の労働人口の多くをやっぱりサラリーマンこれは当然のことならサラリーマンウーマンを含みます。 ね、が占めていますでその多くはですね名も知れずです、ね。名も知れず。それからこれはあの他人の財布のことは分かりませんがおそらくそんなお金持ちでもないんだろうと思います。ね、とその他いろんなことを含めてたかがサラリーマンかもしれません。たかがサラリーマンです。でもそのサラリーマンが 日本の社会を支えているというのはこれは絶対に間違いないことだと思います。という意味で、されどサラリーマンです。ですから、誇りを持ってですね、堂々と生きてまいりたいというふうに思います。えー、私,は私はですね、今はもう OB です。サラリーマンとしては OB です。ね、多少、えー、としての、えー 仕事はしてますけど、それもだいぶ、まあ、最近では、ね、少し少なくなっておりまして、えーえー、あのサラリーマンとしては当然 OB なんですが、えー、いつまでもですねやっぱりサラリーマンの応援団の一人でありたいというふうに願っている、えー、一高齢者です。よく混迷の時代だとか言われます。ね、混迷これから日本というのは混迷の時代を迎えると言われます。 その中でですねまさにいかにいく,いくべきかといかに生きるべきかということも含めてですね哲学を学ぶ意義は非常に私はあるというふうに思っていますで。以上ですね今後ともお付き合いのほどよろしくお願い申し上げますということでございます。 ということで、えー、本講座のキャッチフレーズである、たかがサラリーマン。まあ、私は OB ですから、たかがサラリーマン OB である私から、サルドサラリーマン、ね。これから未来のある皆さんにですね、えー、私の話、今日も話をですね、哲学については初めてですが、聞いていただきまして、えー、誠にありがとうございます。非常に感謝しております。ご清聴ありがとうございました。 下のお願いはですね、えー、いつも他の動画でも申し上げてるんですが、えー、なんか、グッドボタンだとか、いいとか悪いとかあるですね、YouTube のことは本当は、本当はあまりよく分かってないんです。それから、チャンネル登録ですか、いうこともあるそうなんですが、私はその数を競うとは思ってませんので、 もし気が向いたらですね気が向いたらちょっと一つこの辺もよろしくお願いいたしますそれでは終わります今後ともよろしくお願いしますえー、私最初に言いましたよねあけましておめでとうございますということですが今日1日ですが、えー、今年もですね皆さんにとって良い年であることを願いつつですね第1回目の配信を終わりたいと思います ありがとうございました。